と危ない危ない。おはようございます。エルカチャンネルのショーです。ですね、なんかネタはないかと思いまして、コンビニでちょっといろいろ物色してたんですけど、なかなかこれといったものもなくて、どうしようかな、どうしようかな、困ったな、なんて思ってたら、ありましたよ、ありました。これこれ。柿の種のモスバーガー照り焼きバーガー風味なんてものがありまして、あの柿の種食べるんですけど、このモスバーガーのやつ知りませんでした。っていうか普段あんまり見ないんで、食べるんだけど、そうそう、ほら柿の種の普通の方しか取らないから他のなんて見ないし、で一応裏にちょっと説明が書いてあるんで、読んでみますね。和風バーガーの代表格、照り焼きバーガー風味です。旨味と甘味のバランスが絶妙な照り焼きソースの味わいに、ほんのりマヨネーズのコクを効かせた亀田の柿の種にぴったりな美味しさですと書いてあります。ということで、ちょっと食べてみましょう。小袋になってますね。あー、なんかちょっと照り焼きっぽい匂いがしますよ。ピーナッツうまいね。そんなはっきりとした味付けではないんですけど、まあほんと、なんかちょっと違うなぐらいで、美味しいのは美味しいんですけどね。わかった、ピンとこない理由がわかったよ。わかりましたよ。あれ、俺がモスバーガーにあんま行かないからよくわからない根本的な問題が。でも美味しいし、言いたいのはなんとなくわかるからいいでしょう。まあ美味しいっす。ということで今日はここまでです。それでは。